え今日は2021年8月19日日は年月木曜日ですねえ木村ょ子の気になる目柄今日のテーマは、三大恐怖を煽るやつらは福の神、世界と習近平の8月24日、菅政権のえ横浜の陣ですね、そして専門家の極端な話、これが相場に聞いてくる、これを福の神としなければいけないという内容です。 今日の動画構成は、このテーマとデータも少しお示ししますね。そして日経平均株価への影響、気になる目柄、3つご案内していきたいと思います。ただいまの収録時刻は当日の8時10分となっております。さてですね、当面の3大恐怖ですね。まあ、専門家のあの感染症に関する極端な話ですよね。またメディアが非常に大きなタイトルで極端な 見出しをつけていますそして、菅政権の8月22日の横浜の陣ですね。そして、世界と習近平さんの8月24日問題。これが、当面のですね、三大恐怖シナリオだと思います。必要以上に恐怖させるのは、タリバンの問題があるからですよね。そして、今日はアメリカの株式市場が株安で引けてる点も痛いと思います。これが、心理的な恐怖感を 増幅させる装置となっているわけですね。で、時系列でですね、恐怖感を増幅させようとする仕掛けてきている気配を感じますので、まあ、これを私は悪い奴ら、なんか儲けを考えている悪い奴らと位置づけてえ、これを服の紙にしようというお話をしたいと思います。え株式市場がですね、大きく崩れていくときはあ、朝日新聞の報道があ結構効いているんですよね。かつてのリクルート事件も、 朝日新聞がスクープした大政治疑惑でしたえ。今回はですね、朝日新聞は何を伝えているかと言いますと、新規感染者9割以上がデルタ株と推定し、そして死亡者増を懸念ということでですね、まあ、爆発的なものなんだということを伝えています。 他のメディアでもね共同通信、時事通信などでも伝えていることなんですけれどもこうした見出しが人の気持ちに大きな恐怖感を与えるのは否めないですよね。そしてマネーパートナーズのニュースサイトではこんな報道ですよね。代償ナイト終値が2万7400円ですよ。日経平均株価の代償ナイト終値2万7400円。 ま、これがどこまで下に引っ張られていくかな、ということですね。そして、CME225、先物は大阪証券取引所、非で下落したということですね。うん、え、ま、その、先物市場では日経金株価は下落しているということですね。また、ビックス指数、恐怖指数が大きく上昇して、21を突破したという報道もありますね。まあ、こうしたことが、タリバンでじわじわ恐怖感が醸成されていく中、 米国株安が効いて、そして専門家の極端な表現が追い打ちをかけて我々投資家の気持ちをちょっと影が動いただけでなんかものすごく大きな下落の予感として、えー、必要以上の行動を誘っていく、そんな背景がありますので気をつけたいものですよね。 アメリカの株安で今日木曜日日経平均株価がどのような展開になるかを考えていきたいと思うんですけども専門家の極端な話感染爆発などという見出しがですね新聞紙面のトップに載ったりしますとどうしても一般的には恐怖感が増幅されてしまいますよねそして菅さんにとって横浜の陣が控える8月22日 結果間では菅政権に大きな影響が出てきますよね。そして中国、お隣の中国の習近平さんにとりましては8月24日、ここがどうなるかによりましては北京オリンピックが開けるかどうかにもかかってくると思いますので、まあ相場の株安方向で儲けようとしている人たちにとってみれば面白いニュースがいっぱい出てくる8月の後半となっております。なのでですね、 ぜひですね、まあ、この相場展開をふくの神とするような投資行動を取っていきたいものだなというふうに思います習近平さんにとりまして8月24日はですね、えー、北京オリンピックを開けるかどうかにも影響してくる内容なんですねバイデンアメリカ大統領がですね新型につきまして、えー、そのなんちゃら研究所からですね流出があったのか追加調査して、まあ、91 90日以内に報告を求めた期限が8月24日なんですね。もしもそこから流出していたらばですね、各国が中国に対しまして巨額の損害賠償を求めて、習近平さんとりましては痛手ですよね。場合によっては失脚もと言われております。また、中国語で書かれた専門用語が多い膨大なデータで 解析が難航している折からですね、8月24日は中間報告となる可能性が高いんですけども、その中間報告で、周さんはですね、2020年に1月に発生を知って、直ちに世界に公表しましたと言ってらっしゃるんですけども、本当の時期はですね、2019年9月ではないかと。 なぜ4ヶ月も隠蔽したのかというところにですね、突っ込みどころがあると言われているんですね。まあ、中国に回答を求めていく可能性があると思われております。なぜ2019年10月18日から広がったと言われているかという一つの根拠なんですけども、まあ、その該当都市でですね、第7回世界軍人五輪が開催されたんですね。で、この時109カ国、9308人が参加し、 カナダの選手がですね、期間中の12日間、熱等感吐き気があって、帰国途中ではですね、まあ、後方に飛行機の中で隔離されてしまったんだという話を、カナダの新聞にインタビューで応じてるんですね。また、イタリア、ブラジル、スウェーデン、フランスでも選手から広がったと言われてるんですね。で、中国がですね、4ヶ月間公表を伏せた理由は、 まあ世界にこれをばらまいてですね、国内では外出禁止で封じ込めてワクチン開発を急いだのではないかなと言われてるんですね。欧米が慌ててる中ですね、いち早く抜け出して世界経済の主導権を握る、まあ、計画があったんじゃないか、野望があったんじゃないかというその内容、報告の内容となりそうなんですよね。で、イギリスとノルウェーの学者は5月にこれは 実験室で操作してしか得られないユニークな痕跡があるんだと指摘し、アメリカのローレンス・リバモア国立研究所もですね、ゲノム解析から20年5月、自然界に存在しない延期配列があってですね、いろいろな力を高める実験があったのではないかと指摘しているんですね。アメリカの会員がですね、6月に開いた校長会で、その該当する部署がですね、 2019年に、えー、ラボを接収したと証言をしているほか、アメリカの NBC ですね、国防関係ではですね、6月に、その主任さんがですね、えー、なんちゃらと協力していた根拠があるとしたんですね。死者450万人、まあ、そして、えー、かかった方が2億人に上回るなんちゃらはですね、えー、なんちゃらなんちゃらから流出した過失なのか、意図的なものなのか、 これが焦点となってきまして、まあ、中国は、まあ、検証義務があると思われるんですが、我が国に対する言われなき中傷と繰り返しているということですね。まあ、どちらがどっちかわからないんですけども、まあ、結果次第ではあ北京オリンピックに影響をすると言われております。こちら、元日経新聞記者でいらっしゃった方のコラムから参考にさせていただいております。まあ、当然ですね、こうした恐怖シナリオで日経平均株価、 まあ下に行く可能性は十分ありえますので、まあ、それを福の神とするように投資行動を取っていきたいですね。えー、月刊木村よしこ2021年8月号42号でですね、えー、詳しくこの日経平均株価の道筋につきまして、えー、予想レンジなどをお話ししていますので、お時間があったらぜひご覧ください。えーこ,れえー、これから先の下げはですね、 まあ序盤が済んで、まあ中盤に差し掛かっていると。ただし、まだ終盤が残っていますので、そこでドーンと買う資金は置いておかなければいけない。そんな状況だと思います。まだ序盤から中盤に移りつつあるところだと思うんですね。 まだまだね、これから先、大きな下げが予見されますので、時間を伴って大きな下げがあると思われますので、まあ、ゆっくりね、序盤が済んで、今中盤に差し掛かり、え中盤でもね、一旦下げて、また反発していくところだと思いますけども、えー、その反発があった後、終盤の大きな下げが待ってると思います。まあ、その時間がいつなのかっていうことはね、誰にもわからないんですけども、 まあ、時系列で仕掛けてきてるのは間違いないですのでえ、ぜひですね、この終盤の作業を捕まえていけるように行動をしたいですね。それが福の神さんとする方法だと思います。えさてですね、イベルメクチンに注目が集まっていますね。 まあ、インドで実証して、非常に感染者数が激章したということですね。こちらは、大村聡志博士が土壌の微生物から合成した寄生虫薬ですね。まあ、関連企業としていろいろな会社が言われておりまして、イベルメクチンを、その東京新聞などの報道によりますと、厚生労働省がですね、8月18日の衆議院内閣委員会の閉会中審査で、ぜひですね、前向きに 早く申請していきましょうという指摘をしましたね。ぜひですね、早く取り組みたいということを実行していただきたいと思います。このイベルネクチンはもう既存薬ですので、普及したところで安いんですね。すなわちですね、あんまり儲からないわけですよ。 なので、えー、ワクチン屋さんにとってみると、このイベルメクチンっていうのはね、あんまり、えー、普及してもらうと、儲からないじゃないかという位置づけですからね。まあ、そんな点を考えて、該、え、当、ー、企業としましては、家計制約ですね、4521、5000円で引けておりまして、プラス5円でな、円となっております。そして、リニカル、861円で引けましたけど、まあ、これも関連企業と言えるでしょうね。えー、この、他にはですね、えー、コルヒチ、 え、コルヒチンという通風治療薬も効き目があるんだということですね。え、塩野義製薬ですとか、武田薬品工業などが、このコルヒチンの関連株です。え、またいろいろなですね、え、サイトカインストームによって肺に炎症が起こった時にはですね、ステロイドを入れるんだとか、炎症が起きて血が凝固して、 しまうのを防ぐためには、ヘパリンというですね、血液をサラサラにする薬で凝固を食い止めるですとか、安い薬でですね、実は治るんだというような現象結果も出てるんですね。安い薬で治ってしまうと、ワクチン屋さんにとってみれば、そんな薬が出てくると困るなというふうに思うと思います。なので、ぜひですね、まあ、こうしたお薬薬で少し、このね、相場でちょっと売ったり買ったりしながらですね、劇的に下げた時には、 どんと買える資金をちゃんと持っておくというねそういう福の神対処法で言っていただければと思います皆様いつもご視聴ありがとうございます評価ボタンを押していただくと動画を作る時のヒントになりますまたですねコメントをお寄せください皆様がどのようなことをお考えになっているか知ることができるととても嬉しいですまたですね チャンネル登録を頂きますと励みになりますのでよかったらお願いいたしますそれでは引き続き是非この動画とお付き合いくださいねまたさまざま研究してお届けしてまいります